というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダアコードですね。今日はね、またホンダカーズ大阪東花園店さんに、お邪魔しております。ちょっとね、アコードまた気になったんでね、もう一回乗ってみようと思いますね。ちょっと外装の方見てみましょう。ホンダニューアコードということで、新しくなりましたね。こちらの車は車両本体価格が465万円、ディーラーオプションが9万5000円ついて475万円の車になりますね。まあなかなかのね、高級車ということで、ちょっとじっくり見ていきましょう。ライトの方をつけてみました。いやすごいね、細長い、ウインカーがつくんですね。いやしかしね、すごいクールなデザインだなと思いますね。ローワイドなデザインで車高がすごく低く見えますよね。いや本当にね、綺麗な車だなと思いますね。フォグライトも LED でまるでジュエリーのような美しさ。このロングノーズのシルエット、いやーいいですよね。いや数ある高級車の中でもこの美しさっていうのはこのアコードがね一番だと思いますね。横から見たらこんな感じです。いやー流れるようなこのシルエット、その空力からなるこの自然なフォルム、いやーなかなかいいですよね。側面ね、よく見るとすごい造形的なんですよね。ほらこうくびれのようなデザイン。リアもね、意外とこう盛り上がってるんですよね。で、このリアのスモークガラスね、結構真っ暗なんですよね。中に乗ってる人ね、結構プライベート空間だと思いますよ。後ろはね、こんな感じです。いやー、すごいね、やっぱシンプルですよね。後ろのマフラーってね、どこにあるんでしょうね。ちょっと見当たらないですけど、あ、ここに下向きについてました。そうそう、これ、いい HEV ということでね。ホンダアコードは2モーター式なんですね。うん、ゴルフバッグ余裕で2つ、3つ、4つは積めるか。ではお邪魔します。今ね、上開けてます。すごい爽快感です。いやこんな感じ、すごいお日様さんさん、こういうガラスにしとくのもよし。あ、やっぱね、夏は閉じとこうか。暑い。すごいチキチキ感。ちゃんとパドルシフトがある。で、インサイトと一緒でね、もうシフトレバーもないです。こんな感じ。もちろんブレーキホールドついてるし、 E コンボタンはこんなとこか。で、 EV モードできます。で、これパワーね、コンフォート、ノーマル、スポーツということで、アコードはスポーツ走行ができます。このシート調整がね、2個まで、記録ができます。この幅が広いね、幅が。あ、ちょっとゴム感がある。中に一つ、USB プラグがあります。これなんやろな、スマホ充電ができます。これ無接点充電ですね。地位が使えます。やっぱね、この乗っててすごいね、幅の広いゆったりした車に乗ってるんだなという感じがしますね。革のいい匂いがします。で、これ側面で操作ができるね、助手席の。結構目いっぱい前までして。そっか、社長さんが乗るとき、まあ社長じゃなくてもいいけど。後ろお邪魔します。うわー広い。助手席をね、目いっぱいまで前まで倒しました。するとね、もう後ろこんなんすよ、こんなん。うわー、これはなんかちょっとリムジンカーに乗ってるような感じですね。もう完全に足組める。これがついてたんやな。あ、それでね、外からでも顔がね、わからないという感じですよね。かなりプライベート空間がね、これだったら、守れると思いますね。これもいいね、なんか飛行機みたい。ほら、スポットライトがついとる。後ろ座席から見たね、見晴らし、こんな感じです。あ、こう上開けるとすごい爽快感があってな。あー、これ後ろに乗る車だわ、これ。あー、これはちょっと樹脂感がむき出しとるな。なんかね、シートでも貼ってほしかったですね。で、
これやっぱ便利やわ。このほら後ろからでもこうやってね、ほら操作ができる。普通のねドライビングポジションよりちょっと下げました。それでもほらまだ拳1個2個2個半ぐらいいけますね。あ、だいぶやっぱ広いんやな。でもちろん USB も完備です。で後部座席ね、ほらシートヒーターのスイッチこんなところにあります。後部座席のね足元、ここもね LED のライトがついて、いや足元を照らしてくれるんでいいですよね。ホンダアコードというわけで、いやースムーズな走り出ししますね。やっぱりねこの2モーター式の EHEV ということで、乗り出した瞬間ねやっぱゆとりのある車だなという印象があります。まあ車幅もね結構大きいんですけども、乗ってみるとね意外とそうでもないなと。結構ねボンネットが膨らんでて、車幅の感覚が取りやすいんですよね。シートのね、接地面が結構下の方でね、すごいねやっぱちょっとスポーティー感も醸し出してるなという感じですね。でクーラーがよう効くわ。クーラーがなんかちょっと違うぞこのクーラーなんかねクーラーのモーター音っていうのがねさーっていう感じやっぱ高級車に乗ってるなという感じがしますね。これさっきねちょっと後ろに乗ったんですが、やっぱねできるなら後部座席でゆっくり乗りたい車ですが、実際ねこれ運転してもね結構楽しい車なんですよね。今ちょっとドライビングモード、今ノーマルでした。スポーツにちょっとしてみますね。はい、スポーツ赤くなりました。パワー存分に使ってるぞという感じですね。助手席に乗ってる方もこのスポーツモードだったら酔ったりしないと思いますね。自然な加速をします。それでいてね結構これ速いですよね。これも今後ろに乗ってる社長さんが急いでくれよと言っても、これはちょっとね結構飛ばしていけるぞ結構飛ばせるやつやなこれは。でこれもちろんね燃費もいいんですよね。今モードを切り替えして、ノーマルモードで、イーコンボタンっていうのがあります。あ、すごい緑になってるグリーンになり具合がすごいですね。今EV ってなってますね。完全にねエンジンが止まった状態です。でこのクーラーのねなんかそよ風なんかこれ結構強めにしてるんですよ今。そうなんですけど、ちょっと音がねなんかこうっていう音なんかちょっと違うわ。なんかその辺の音もこだわってんのかな。アコードね、室内を静かにするように音で音を打ち消すようなシステムがついてるということらしいですね。まあ今かなりこのクーラーのこうっていう音しか聞こえないです。で今イコモードでね、WLTC モードで 22.8kPa 走りますね。いやこれぐらいのね大きい車でしかも燃費がいいって、いやすごいんだなと思いますね。でさっきからね実は目の前にね空中にスピードメーターが置いております。これね、フロントガラスに、スピードメーターと、あとこれ今40キロで走ってくださいという、標識がね出てますね。いやこれもねちょっと視線誘導がなるべくこれで少なく済むので、かなりこれは安全に運転できると思いますね。今ね結構カンカン照りでね日差しが強いんですけど、結構はっきり見えますね。これ見えますかね、ほら前の車のボディにゼロって映ってますよね。これ実はフロントガラスに映ってます。で乗り味がねだいぶ変わるんですよね。スポーツモード、ノーマル、コンフォート。でこの車はねコンフォートで乗る車だなと思いますね。今これ4つのねサスペンションを制御しております。後ろのね座席の方、このコンフォートモードでございます。今誰もいないんですけどで
象で言うと、波のない大きな湖を高級なボートで静かに滑るように走るといった感じですかね。いやー、本当にね、この段差はあるんですよ。それをね、うまくね、このサスペンションがね、こなしていきますね。うわー、すごい水面をね、スーッと走ってるかのような印象がありますね。私ね、シビックと、インサイトとこのアコード、3台ね、乗りました。試乗させていただきました。その中でもね、やっぱアコードってね、ちょっと特別なんだなという感じがしますね。ただ単純に高級感があるとかいうのじゃなくて、この乗り味ですよね。この、やっぱ静粛性と、この思った時に加速のできるこのパワーと。いやー、なんかね、やっぱ乗っててね、すごい、新しい先進的な車に乗ってるなという感じがしますね。ちょっと音楽聴いてみよう。急ぐようなことがありましたら、私どももまた世界から強いご批判を浴びかねないと危惧している次第にございます。何やろこれ。どうかその旨お察しいただきたく思います。そこで皆さんに質問です。すごい。習近平国家主席の国賓来日を実現すべきだと思いますか。音がね、やっぱ抜群にいいですよね。高音がはっきり聞こえてくるのと、ジャンジャンみたいなね、低音がね、すごい響き渡りましたね。やっぱね、これアコードの、このノイズキャンセリング機能と、この静粛性ですよね。その辺がね、相まって、最高のね、サウンドが楽しめますよね。これね、車に乗ってね、音楽を楽しむと、ライブ会場のように楽しむというのも、いいかもしれないですね。ACC 使ってみようかな。今ね、前の車を追尾しております。ここ60キロ制限なんで、60キロに今設定しておりますね。結構ね、ぐいぐい引っ張っていってくれます。今前の車が60キロ超えちゃったんで、ちょっと離されちゃってますが、それでもね、60キロまでぴったりね、これ ACC が反応してますね。で、今これ前の車赤信号で止まるけど、ちゃんと止まってほしいよ、ちゃんと止まってほしいよ、怖いよ。今ブレーキ一応補助でいつでも踏めるようにしてます。スピード、落ちてます。おー、結構急にブレーキなった。これ今の運転だとちょっと後ろに乗ってる方グってなるかな。はい、いかがでしたかね、ホンダアコード。いや、やっぱね、この抜群の静粛性と乗り心地かなり良かったです。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダアコードでした。じゃあね、バイシュー。